つやと思います。はいはい、で、あー、そう、上手、そう、ナイス、そんな感じ。はい、吸って、お腹あんまり入れないようにして、吸って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 吐いて、あー、吐いて、除霊じゃないですか。除霊じゃないのよ、その先生のやつで。ちょっと腰の痛さのところの骨盤がずれてるからやってくれたのに、守護霊に、なんか背後霊になんかアグー豚ついてるとか違う。違う、誰がアグー豚ついてるの。ついちゃうんですよ。胸の方に両方置いて、はい、でそこでバランスを取ります。大丈夫そう。はい、そう、バイキンの大活躍なんです。OK、そこで呼吸して、で、今ここの後ろが少し空間空いてると思うんですけど、はい、この後ろの肋骨と背骨を床につける、つけてみる、大丈夫でしょうか。どうつけるんですか。なんでこっちは上げて、そうで、こっちを下げて、西谷さんの場合、ここが上がっちゃってるのが一つの問題なので、そう、で、ここを下げて、で、そこで小さくて、で、そう、胃を少し背中の方にします。あ、胃を背中の方にしますね。さっきかな。難しい。もう西谷さん、何ですか、大道芸やりはるんですか。あ、ピキンってなった。痛いピキンですか。いや、筋がなピキンってなった。じゃあそのままゆっくりと膝を伸ばして、そうで、ちょっと膝を伸ばして、そう、そのぐらいがまっすぐ、どうなんですか、体を柔らかくしてるんですか。開いてる。調整してる感じですね。空気吸って吐きながらこう
この足のここ押してて、この押した時の圧というか、そこでものすごく微調整したから、全然ちゃう。あ、でも確かに。質問。胃を背中の方にしまう、片付けるって意識できるんですか？はい、これ意識難しいんですけど、僕は今肺に、先生がお腹押しながら私の手を押さないように息を吸えって言ったら、ここの肺に呼吸入るんですよ。次吐いていく時に腹式じゃなくて、こう胸のところからハーって息抜いていったら、こう胃が自然と背中に行く。すごい、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 いやでも今ので、あのさっき舞台でやってるその輪っかのこの腰のこの五角形のやつに今めちゃくちゃなって、ホームベースの、はい、ホームベースの形にめっちゃなってる、その自然にしてる状態で、ちょっとお腹の出っ張りが腰、いや、え、はい、薄くなってる、すごい。